もう祈ることしかできない。さあ見せてくれエンマ、お前のゴールする姿を、ゴールテープを切る姿を。はい、どうも、混合強化パーツ、はよ、ミストです。はい、本日はですね、貧乏神入りの最強ゆかりの地、4枚編成で、見事、中継ぎ更新をかますことができましたので、そちらの方の後付け解説の方をしていきたいと思います。デッキが、猿川、翼、五条、明神、大神、貧乏神、サポートに、水木とルミナということでですね、171キロ、コントロール131、スタミナ106編成となっております。でですね、このデッキ編成であれば、名古屋、東京、京都、稚内が、ゆかりの地になるということで、これはね、だいぶ経験点の削減、さらには、経験点の増加につながるということでですね、もうね、ゆかりの地、物件でゴリ押そうというね、デッキ編成になっております。で、今回は、貧乏神を編成しておりますので、いつもと立ち回りが大きく変わります。はい。同じ月に2回ゴールするともらえるゴールドカードから、エンマ社長に先にゴールされるというね、ゴールドカードに金得取得条件が変更されますので、そこをね、まず頭に入れて立ち回らないといけません。ただね、先にエンマ社長にゴールされてしまっても被害がなく、特急カードをね、いただくことができますので、まあ、それもね、頭に入れて立ち回っていく必要がありますということでね、まあ、いつもと違うテクニカルな桃鉄をお楽しみくださいという感じなんですが、今回の動画はね、個人的に最近公開した動画の中でも、会心の出来となっております。はい、なのでぜひね、最後までお楽しみいただけたらなというふうに思っております。はい。で、京都、仙台スタートで、次がね、岡山になってしまったんですけども、ご安心ください。私、先ほど西へカードを入手しております。はい、それをね、早速使っていきましょう。はい、残り2マス、神ですね。まあ、ゴールはできないんですけども、まあ、もうニアピンつけれたんで、もう十分です。青6踏んであげて、次ね、4が出ることを祈って、ゴールしていきましょう。ってな感じでね。こういう見どころがね、今回たくさんあります。さあ、ゴールいけましたね。美味しい。しかも、岡山ね、軽いんで独占もいけそうですね。さあ、テンポよく参りましょう。お次はどこですか？はい、新潟。これも理不尽ですね。エンマがね、しかも近いし、これはさすがに独占、というかゴール、無理だと思うじゃないですか。はい、ご安心ください。私にはぶっ飛びカードがございます。まさかとは思いますけどね、皆さん。これが、ぶっ飛びカードが、潜在中カードになるとは思いませんよね。はい、使います。はい、なっちゃうんですね。残り6マス。しかも一発ゴール。やばくない？この西エカードとぶっ飛びカードの神ムーブ。いや、やっぱね、ギャンブル系のカードはね、花がありますよね。もうどんな状況も打破できる。うん、それがやっぱり強いなというふうに思っております。ただぶっちゃけね、もう特急カードとか新幹線カードより敵として強い場合めちゃくちゃありますからね。うん。急行カードと、ぶっ飛び西カードだったらね、全然ぶっ飛び西カードの方を優先してあげていいと思います。特急カードだったらちょっと迷うけど、まあ距離によっては全然ね、そっちを優先した方が強い場合全然ありますからね。はい。まあ、自分のね、運を信じてみてください。はい、静岡近いので、急行カードを使って2ターンでゴールしていきましょう。絶望的なね、目的地だったんですけども、それを覆して、はい、今見事に、セクイチ4回ゴールは決めれそうですね。さあ、6に12で次3が出ればゴールという形を取りたいと思います。さあ、金婚、冠婚、やる気を下げられるが、まあ、近いけどね、はい、私には追いつきません。変化、スタミナ、急速でいけますが、これ悩むけど、まあ、コツ優先でいいかなって感じですね。で、静岡は筋肉ポイントなので、そこをうまくさばいていきましょう。タイピン取っちゃって、打たれも取っちゃって、貧乏神入りのデッキだと、エンマにね、ゴールしてくださいっていう動きをする場合がありますので、コツのね、取得がね、だんだん苦しくなってくる可能性もあります。連続でゴールしていると、青コツね、たくさんもらえるんですけども、その連続ゴールが止まってしまうと、コツのね、こういうのがなくなってしまいますので、まあ、軽いコツだったり、まあ、コツ1でもらったものも積極的に取っていくことをお勧めいたします。
次の目的地のことを考えて筋力ポイントをちょっと温存しておきます。はい、ちょっとね東京なのでこれはさすがに取られたかなと思うんですが、うん、一応2ターン耐えればいけますね。はい、まあ取られても、まあ、別に、うん、このデッキ編成であればね特急カード引き換え券になりますので、まあ、いいんですよね。ただ東京はゆかりの地なんで独占したいってのはあります。ってことはこれセクイチ5回ゴールが見えてますね。さあこのターン耐えることができるのか。耐えました。そしてゴールは果たしてできるんでしょうか。はい、翼ちゃんのイベントが進んで、いやできないんかい。これは次行かれる可能性濃厚ですね。でただね11月1週にタラレバカードもらえますので、ここは遊ぶタラレバ狙いではなく、まあ休むで急行カードの方を取っていこうかなっていう風に思いました。はい、最大値ムーブ。はい、でこのターン耐えるんですね。よく耐えたね3ターンもはい、セクイチ6184というのめちゃくちゃ出てますね。さあ5回ゴールは決められませんでしたが、なんとか決めていく。これはでかい。東京独占は経験点一気に入りますからね。で今回ので経験レベルは49となっておりますので、いつもとねいつものオール50とは違いますので、ちょっとそこら辺は気をつけながら、技術ポイント980ポイント必要なのでそこを調整していきます。はい、ゴールいきましょう。次どこだったっけな、どこになるでしょうか。はい、札幌はきついんですが、はい、私にはねぶっ飛びカードがあるということでご安心ください。今回も決めちゃいましょう。ぶっ飛び潜在一遇カード。さあゴールドカードが一気に入りまして、貧乏神が来ました。2回目は下ですね。マイブレプラス不屈の魂をもらっていきましょう。さあ34マスと、まあ、自力でいけなくはないんですけど、まあ3ターン以上かかってしまいますんで、ここはねもう満を持してぶっ飛んでいきましょう。はい、その結果裏目に出る。まあさすがにいいことは続かないということでね、まあこうなってしまったらカロマス止まりながら独占できるね物件探しながらギャネンドラを祈るという感じですね。またぶっ飛びカードとか引くか、まあ、潜在中カードとかねワンチャンありますからね。ちょっと苦しい展開になってしまいましたが、ここはね耐えるところですね。耐える時でございます。さあちょっと特に止まりたい駅がないので、タラレバカードを使ってカードマスを呼び込むと。はい、もうちょっとここが耐えるしかないで、エンマにまあ最悪向かってもらいつつ、まあ孤立が来る可能性もそうなるとありますんで、まあ、それも狙いつつですね。ぶっ飛び引きました。さあ、さらなるチャンスを手にしていく。さあ、どんどんエンマが接近しております。12月頭にね、特急カードも入るんで、それをね、それが頭に入ってたら、まあ、自力で行っててもよかったかもしれないですね。まあ、ただね、ぶっ飛びカード持ってたら使いたくなっちゃうよね。さあ、2回目も外す。さらに悲惨な状況になってしまうが、まあ、ここに、ね、切り替えて広島の独占を狙っていきます。はい。で次に岡山独占してますので、まあ70オール経験点もらうこともできますね。さあ、翼ちゃん来たんで縛りもらっていきましょう。さあ、ここで好景気来なくてよかったね。うん、このグダってる時に来てしまうとちょっと困りますので、ここは急行使って、10マス先の大阪がありましたんで、ここの独占も、さらに狙っていきますと。うん。いうことで、まだね、広島と大阪もね、目的地になってませんので、次ね、ゴールした時に、さらにね、70から90オールもらえるようにしておくっていう下準備ですね。これがさらなる経験点の増加を生み出します。きついね。ちょっとただきついよ。もう1ヶ月くらい経っちゃったんじゃないかな。ちょうど1ヶ月か。1ヶ月間、音沙汰なしです。さあ、もう次のカードマスで決めたいくらいなんですが、お昼寝使ってワンチャンカードの神様を、ね、呼び込む作戦。まあ、前座が入ってないんでね、来る可能性は極端に低いです。さあ、その中で引くカードが、絶好調弱すぎ。ただ、ギャネンドラがここに来て、場所外カードをくれました。まあ、これでエンマと入れ替わって、なんとか、まあ、耐えてもないけどね、もう1ヶ月半くらいかかっちゃってるんで、あんま良くないけど、まあ、なんとかね、
絶望的な状況からは抜け出せましたね。うん。しかも、これ、東北あたりのね、目的地が続けば、今ね、エンマをね、うん、関西の方に追いやることができましたので、まあ、取られることもなくなるというね、形を取ることもできました。まあ、貧乏がミリデッキなんで、別に取られてもいいっていう中で、どうなんだろうって感じですけどね。うん。さあ、ちょっとカードの引きがね、渋すぎますね。どうにかしたい。どうにかしたい。今日この頃だけどね、もうここはゆっくり行くしかないんですね。と思ってたら、急速の神練習が来ましたね。で、ここでね、プレミしちゃうんですよね。私、絶好調カード持ってるじゃないですか。なんで使わないのって話ですよね。やる気1段階でも上がれば、これもうちょっと強くできたと思うんですよね。100点くらいは上がったと思うんで、ちょっともったいないですね。明神もね、大神も確かやる気効果アップ持ってたと思うんで、やっちゃいましたね、これ。さあ、ようやく札幌ゴール。1ヶ月と3週かかったかな。だいぶちょっとね、ここはロスになっちゃいましたけど、まあ、セック1の流れが良かったからね、まだ続行できるかなって感じですね。で、まあ、30マスボーナスをもらいつつ、札幌重たいからね、筋力800、技術900が要求されます。さあ、函館、これは近いからいいですね。9マスでゴールできます。なんとかセクリの間にはいけそう。くだらなければね。さあ、貧乏神から、まあ、ちょっとね、変化球中心やらしいと思うんでね、つけたいと思います。さあ、ちょっと敏捷ポイントがないのもちょっと気になるが、まあまあ大丈夫でしょう。翼ちゃんの福指とかも来てないからね。で、まあ、とにかくカードマス。さらなる打開を狙っていきましょう。特急カード、2種カードと持ってるカードは結構強くなってきましたね。まあ自分で引いたカードじゃないんですけどね。さあ、ぶっ飛び。今回ぶっ飛びカードめっちゃ引くね。さあ、さっきはね、ぐだってしまったんで、このぶっ飛びカードがまた奇跡を起こしてくれることを祈っていきましょう。さあ、函館ゴールですね。変化でいきましょう。で、函館は筋力680。技術が300かな、使いますんで、そこをオーバーしないように、さばいてあげて、ゴールですね。筋力これギリギリだったね。よーく見ると。さあ、230ゴールもらって、次が、稚内いいですね。函館から稚内は21マスかな。特急カードを使えば2ターンでゴールが可能となっております。さあ、で、美味しいのは今回小悪魔水木を入れてますので、ここのね、15マス先がゆかりカードになります。はい、これでまたカードをね、仕入れていきましょう。でね、技術ポイントない状況なんですけども、今回、貧乏神はね、稚内ゆかりの地になってますので、ご安心ください。毒性は簡単にできます。たらればカードと、特性で弱いね。特性でしかもこの次のターンにもらえるからね。絶好調結局捨てると、うん、使っておけばよかったものを。で、大神が来まして、セクに終わりですね。うん、まあ、独占してる駅は多いんで、収益自体はそこまで悪くはない。経験点もね、まあ、これ低く見えますけども、まあまあ大丈夫です。ここから、好景気はまだ来てないんでね、挽回していきましょう。いやー、ここで好景気来たら神だったんだけどね。さあ、で、6が引けないので、タラレバカードを使っていきましょう。はい、それでも引けないということでね、理不尽展開来ました。これがあるんですよね、本当に。これはもう完全に運ゲーなので、もうね、歯を食いしばって耐えるしかないです。ただ、ここで、このカードマス、いいカードを引ければ、まあ、許せるということで、何が来るかな。はい、ぶっ飛び引きすぎ。もう5枚くらい引いてるよね。まあ意味なしカードいらないかな。まあ特製のがいらない気がするけどね。意味なしの経験点がワンランク変えるかもしれないからね。さあ、で、ここはやっとゴールできたんで、カロリーバー、最後のカロリーバーを使って、稚内ボーナスもらいつつ、さばいていきますよ。まあこんな、まあもうちょっと気持ちいっときたいけど、まあまあまあ、あ、行くか。気持ちいっといて、守備でゴールですね。さあ、この次が大事。この次どこになるか。
まあ、ぶっ飛びカードも2試合カードもあるんで、まあまあまあ、どこでもいいんですが、横浜。で、横浜の近く、はい、さっき関西に飛ばしたエンマが来てるということで、ポリスが駆けつけてくれる。さあ、展開がまた向いてきましたね。まあ、買ってきます、捨てます。いや、特性でよかったかな。買ってきます、使ってよかったよね。まあ、ちょっと、ビビってるというか、一応ね、爆弾持ってるんで、特性レカードは一応持っておこうかなっていう、うん、感じでちょっとチキってますが、まあ、爆弾なんてもう滅多に爆発しないからね。怪我率がない場合は爆弾も爆発しなくなくなりましたので、まあまあまあ、そこまでビビんなくてよかったかなって思いますね。スタミナで五条骨スカウト青マス。で、明神からはトレアクドをもらっていきます。エーマもね、追いつけそうにないので、はい、美味しいですね。ただただ美味しいコリスでした。変化かスタミナってとこですが、まあ、変化でいいかな。30マスボーナスをまたいただいていきましょう。横浜筋力精神使いますからね。まあ、気持ち多めに持っておいてゴールしていきます。で、3月1週場所外カードが入るのも美味しいですね。これもうまく使っていきたいところ。さあ、次が名古屋来ました。ここもゆかりの地ですね。で、名古屋精神980点使うので、ここは精神あえて取りません。はい、次の目的地のね、物件の経験点のことを考えて立ち回ることが大事です。さあ、そして後継機来ましたね。まあまあ、名古屋近いんで、まあまあ許容範囲かな。2ターンで行けそうですね。で、その次の目的地がどこになるかによって、私の運命が変わってきますというところで、経験点さばいていきましょう。ちょっとまだ敏捷ポイントが足りてないんで、ジャイロボールは残しておいて、縛りもトデクロも残しておきます。嘘です。トデクロ取ります。さあ、6進んで5で頼むよって感じですね。さあ、これで、青マス6回が終わりました。あとはエンマにね、ゴールされるのを条件満たせば、ギアチェンジ取れますね。桃鉄の面白いところというか、まあ、鬼畜なところといたしまして、一番ね、交差点のギアチェンジをね、最後に回してくるっていうね、これがね、うん、やっぱ、より、なんていうんですか、難易度を上げてるっていうところはありますよね。まあ、普通のね、デッキ編成であれば、青マス6回が難しい。うん、で、この貧乏ガムリデッキだと、青マス6回に加えて、エンマに先にゴールっていうのもね、まあ、難しいっちゃ難しいんで、まあ、このデッキ編成はね、本当に、なんていうんですかね、上級者向けといった感じはしますよね。さあ、後継機生かして、次どこだ？広島！さっき独占しましたね。さらに、西へカードがありますので、まあ、ここもギャンブルになりますが、うん、まあ、近くに行ける可能性は高いですね、名古屋から。うん。まあ、鹿児島間なので、そこのどこかにワープするというふうに考えたら、2ターンまでまで行ける距離であってほしいですね。さあ行きましょう。西へカード。ドン !1 マス！ただ1があるんですね。いや、奇跡です、これは。1なんて滅多に来ないのに、ここで一発相撲を引いて、いいですね。もう裏ドラも乗った感じですね。一発相撲、裏裏みたいな感じの引きをして、さあ、後継機プラス独占の80オールボーナスも入りますね。で、筋力ポイントが、まあ先ほどね、でかいタックを踏んだこともあって、ちょっと、もう、さばくところがなくなってきた感じになってます。さあ、ワンチャン3回ゴールもあるんじゃないか？どうだ？京都！これ、エンマが近いよね。エンマが近いから、場所替えカードを使えば、ワンチャンあるんじゃないかってところで、そんなに近くなかった。ニアピンではなかったですね。さあ、ここから13マスと中途半端な距離感でどうするか。ここで、まあそろそろもね、もうセクサンの終わりなんで、エンマに京都は明け渡してもいいんじゃないかっていうことも頭に入れつつ動いていきますよ。さあさあ、こっから頭を悩ませる展開がついてきます。で、もうやる気下げられるイベントないんじゃないかってところでアロマグッズ使ってあげて、ここね、カードマスか物件か悩んだんですけどね、カードにして、準急カード、安定感のあるカード引いて、五条が、感想と。あ、この時は前里さんなんで、まあ、イベントの感想はね、前目の方がきついっすね。
そこを祈りつつ、で、エンマがね、6マス、これね、ここ究極になりました。場所替え温存しておいて、で次のターン取られても別にいいや精神でね、行こうかなとも思ったんですが、まだチャンスあるんじゃないかなということでね、まあもう取れるときは取っておこうという考えに至りました。いやー、これね、この判断どうだったのかちょっと私も正しいとは思わない、正しかったのかね、ちょっと怪しいんですけども、次、青森っすね。なんでお前そこで残ってんのっていう感じですが、安心してください。ぶっ飛びカードが2枚もあります。2枚もあれば、奇跡を起こせるのが私でございます。さあ、ただ京都ね、ゆかりちゃんで、収益がうますぎますね。さあ、40マス。もうこれもぶっ飛ぶ以外、方法がございません。行きましょう。約束の知恵。いや、また1マスを積もって1があるっていうね。ちょっと神展開すぎますね。こんなんなかなかできないよ。もうぶっ飛び西江カードを5回くらい通したんじゃないかな。まあミスった時もありましたけども、まあそれ以上のね、見返りが見事にできてますね。で、まあ変化ポイントちょっとね、さばけなかったんで、もう手応えとか取っちゃいます。さあ30マスボーナス乗りつつ、青森でさらに変化ポイントもさばけるという都合のいい展開。さあ、お次が大阪。これは取ってくれと。そう。残ってんのが大阪と博多と鹿児島です。はい。で、さっきね、熟考した時にそこがもう残ってること分かってたんで、もうここの大阪をエンマに取ってもらって、私は、博多と鹿児島を狙っていこうと。ただ、それも難しい距離感なんで、このぶっ飛びカードにかけるというところで、またいい引きをして、8マスですね。で、ここはもう、距離も近いし、4月の頭に新幹線カードも貼りますんで、カードを狙うってよりかは、独占した駅に止まって80オールをね、確率にもらっていこうというね、択を取ります。はい。ちょっとね、このデッキのね、難しいところは、エンマがゴールぐだるっていう場合も全然あるんですよ。そうすると、立ち回りがぐちゃぐちゃになるんで、そう、これもね、運ゲーです。はい。取ってほしいのに取ってくれない。そんなこと多々ありますからね。筋力ポイントあえて溢れさせて他の経験手に回していく感じですね。さあ、エンマ頼むぞ。はい。明神の福井部ですね。単落ち取ったっけ？取ったっぽいので、ここは根性をもらっていく。さあ、ここでなんでぐだるの？でね、俺もこれゴールできないんだけど、準急カードでこれね、ここもね、まあ、ぐだられるくらいだったらゴールしようって感じですよね。ただ、この準急カードはね、正直取っておきたかったんですよ。というのも、博多から鹿児島間って7マスなんですよね。なんで、そこで使うために持っておきたかったんですよ。これは使わされた感がやばいっすね。で、これでちょっとね、エンマに取られるのも、きつくなっちゃったんじゃないかとも思いますよね。博多はね、大阪から博多が、博多間が新幹線カードを使えばね、16マスで行けますので、4が次出ればゴール行けます。いやー、ちょっとギアチェーンが怪しくなってきましたね。セクさんは大きく盛り返しました。さあ、どうなる？どうなってしまうのか。まあ、博多、鹿児島は私が取ることがほぼ確定ですので、その次ですよね。鹿児島でちょうど1周になりますので、その次完全ランダムに選ばれる駅が、もうエンマに近く、都合のいいところであれば、ギアチェーンが取れるという。さあ、もう白熱した展開になってきました。この駅は面白いね、やっぱり。こういうね、ワクワクドキドキも楽しめますので、やってて面白かったですね。あんまりこのデッキで、ほぼ初めてやったので、まあ楽しいですね。新鮮のデッキやっぱり面白いですよね。さあもう鹿児島確定していて、準急カードがないことが痛いっていうのはありまして、試合は流していきます。はい。まあ鹿児島安いので、変化はもうこれ溢れさせていく感じですね。もうどうしようもない。変化4方向目はもう一切取る必要ありませんので、はい。さあ、頼むよ。できるだけ早く、鹿児島ゴールして、で、次の目的地にエンマが到達しやすいような配慮を心がけていきましょう。
で、ここはもうアーマスも終わってますし、まあ、筋力もいらないということで、筋力経験いらないということで、カードマスで、安定感を求めた結果、絶好調カードいらなかったね。まあ、結果のスタミナ練習で良かったっすね。さあね、ここで下るのはちょっときついね。今、後ろまで来ちゃってんだよね。いやー、ここはゴールしたかったな、正直。で、これも筋力変化を溢れさせます。はい。で、遊ぶで、タラレバカ狙いっすね。なんとか引けて。さあ、明神が、これ、まだ完走じゃない。2回目。はい。なんと、イベントの完走も若干怪しいという中で、なんとか、鹿児島積もれまして。これだから、めちゃくちゃ都合のいい目的地で言うと、博多っすよね。博多がまた来てくれると、エンマゴールしてくれると思いますんで、まあもうそんなんもう15分の1ですからね。15分の1を引けるかどうか。さあどうなる？この次の目的地が私の命運を握っております。どこなんですか？大阪！これはエンマのが近いぞ。一応エンマのが近いけど、問題は間に合うかどうかですね。6月3週にカードをもらえないと、6月4週もらってもね、そのままね、もうこのモーテツのね、ゲームが終わってしまいますので、3種にもらわなきゃいけないんですよ。なんで、あと3ターンでたどり着いてほしい。ただ、エンマが残り11マスまで来てますので、じゃあもうこれはお祈りですね。ザ、お祈りです。もう私にはもうどうすることもできない。あとはエンマ次第。エンマが、お前の足でゴールにたどり着けるかどうかというね、展開になってきました。で、私は、その間何をするかと言いますと、独占している道中の博多、広島、岡山、ここに泊まって経験点を取っていこうという作戦ですね。さあ、ちょっと待って、後指が怪しくなってきたぞ、完全に。完全に後指が怖い。まだ大神と明神残ってますからね。さあ、ここで1進めるカードを引いたのがね、ファインプレイなんですよね。まあ、1引いてたんですけど、このコントロール練習で踏めるのが美味しいですね。やはり技術精神は不足しがちなので、はい。コントロールタックで、独占ボーナス90オールをもらっていきます。さあ、エンマ頼むぞ。どこにいる今。で、明神完走来ましたね。あと、大神のみ。決めろ！来週にもゴール。さあ、で、私はここは、もう広島に行くしかないですね。で、6進めるから取っておいたので、この広島も、まあ、スタミナ練習かな。で、ゴールが狙えますと。いうね。1進めると6進めるを効率よく使っていく立ち回りですね。さあ、もう次ゴールしてくれないとギアチェンジはバイバイです。こんなん、もう手に汗握るよね。もう祈ることしかできない。さあ、見せてくれ、エンマ。お前の、ゴールする姿を、ゴールテープを切る姿を、大神が、あと一回。いやー、ありがたい、マジでこれ。これはもうガッツポーズでしたね。もうラストターンにギアチェンジを決めるっていうね。はい。ただ皮肉にもね、次のゴールが、広島っていう。そこはちょっと残念だったんですけど、まあでもね、ここは、焦らず、今ね、岡山泊まれないんですけども、タラレバカード、これ引いた甲斐がありました。で、岡山に泊まっていくと。コントロール行きたいんですけども、怪我率怖いんで、ここはね、精神で行きたいと思います。いや、ほんと綺麗に決まったね。最後も90オール3連発で、見事に締めることができましたと。実質ゴール1回分ですね。なんで、まあ、ゴールできた回数で言うと、ちょうど1周分ですが、まあ、それ以上の経験点は取れたんじゃないかなと思います。さあ、ギリギリ大神完走良かった。これで金徳全完走ですね。はい。ということで、ね、個人的にね、今回のサクセスは、めちゃくちゃ、うまくいきつつ、なんか爽快感もあって、まあ、気持ちよかったですね。なんかもう、矢神ライトじゃないけどね、もう計画通りのサクセスがね、できたんじゃないかなと思っております。ちょっと敏捷ポイント怪しいし、海岸2回残ってるのって、まあ敏捷を使う変化球対抗心はちょっと一旦様子見ですね。さあで、経験点バランスもめちゃくちゃいいんですよ。コントロール上限、130終わっててこれですからね。もう、あとは拡張能力を上げて、海岸するだけ。で、美味しい練習を引き続ける。
しかないよ。コントロールいいですね。もうコントロール練習がもう最強だからね。で、海岸2回残ってるんで、ちょっと拡張の上げ方も、あんまり大雑把にせず、はい。様子見しながら上げていきたいと思います。さあ、試合はサクッと終わらせましょう。で、第2ストレート取ってないんで、そこもね、最後忘れずにという感じですね。でここは休むしかないかな。うん、まあ、渋いので、休んでいきましょう。拡張70くらいはいけそうかな。いやー、ここでちょっと良くない眠りは、やばいね。変化がそこそこ強くて、うん、スカート評価もマックスまでいってますんで、変化いって、次メンタルか遊ぶで最後練習って感じですかね。で、この時完全にね、ムービングファースト取ってないの忘れてたんですよね。だから集客上げるくらいだったら、ムービングファースト取った方がいいんですよ。され的にはね。1メモリくらい、0.78 メモリくらいかな。違うのかな、確か。さあね、変化練習行く人ないんで、ここはメンタル行きましょう。さばいてさばいて、ちょっとバランスが良すぎる。 PD も見えてきましたね。 OK。 さあサクッと終わらせて、スタミナ上限、スタミナあと10上げる必要もありますね。最後の練習、スタミナ練習でも全然 OK。 コントロールがいい感じではあるけど、どうだ、急速、ただダブルタック、うん、ちょ、筋力ポイントあれってのありますけど、まあ、海岸経験者としてね、まあ、もらっていこうかなって感じですね。まあ、言うてただスタミナ上げますんで、バランス自体は非常に良いのではないでしょうか。うん。で、あとエピローグで息を用と完全制圧取りまして、変化対抗心どうするって感じですね。で、変化は、ワンチャン溢れちゃうかもしれないけど、まあ、こんな感じでいきたいと思います。はい。綺麗にアイテムを使い切って、で、フィニッシュ。やばくない試合経験点198オールよ。このデッキめっちゃ最後の試合勝つとね、もらえますね。はい、ということで、今回のサクセスはね、貧乏神のテクニカルなゆかりの地4枚編成のサクセスでした。果たして査定はどこまで伸びるんでしょうか。まあ、ちょうど一周ね、ピタッと決めることもできましたし、満足しております。経験点44,686点ということでね。うん、まあまあまあ。45,000点近く出せたので、更新は確定でしょう。で、海岸2回やってきますよ。バランスいいんですけども、当初の金徳は査定がいいので、はい、海岸2回やっちゃいます。1回目、エースの風格、神つもですね。まあ、これちょっと変化対更新は取れなくなっちゃいましたけども、OK です。で、敏捷がないんで、二刀流来るとアウトですね。二刀流とか、金縛りとか、変化球プライドが来るとアウトという中でも私は攻めます。はい、ここ実際海岸する必要ないです。ただ攻めた結果、限定投球、まあ、軽いのでよしですね。うん、まあ、普通に拡張を上げていくより1メモリくらいは伸ばせたんじゃないかなというふうに思います。さあ結果こんな感じ。金徳全取りの海岸がエースの風格と限定投球ですね。変化対抗心と牽制が取れなかったかなって感じになっております。はい、非常に満足にいくサクセスでした。結果こんな感じです。はい、PD さんの5メモリですね。はい、まあね、札幌のあのぐだりがなかったらね、 PD4 もね見えてたと思うんですが、もう何回もねぶっ飛びと西エカード通せたんでね、まあ、満足でございます。さあ投手陣も強くなってきましたね。もうほぼほぼ2以上です。はい、この 1PD1 をね、まあ、2以上にして、うん、一旦ちょっと混合やりたいですね。混合やんないと、やっぱ UG5 はきついと思いますんでね。まあ、そこを目指しながらですね。はい、またパワープルアプリ楽しんでいきたいと思います。はい、今回はね、新しい中継ぎデッキ。まあ、先発型のデッキもこのデッキできますんでね。貧乏神の型のデッキ。はい。まあ、おそらくね、貧乏神というヤシャ姫のガチャもね、いずれ来ると思いますんで、まあね、持ってないという方はぜひ引いて試してみてください。という感じでね、今回動画は終わりたいと思います。チャンネル登録したいという方はぜひよろしくお願いします。では、失礼します。See you!